今日どこ来たの？テレ三日月ホテル。こんな感じ。いいね。いいよ。久しぶりのプールに子供たちも大はしゃぎしてます。赤ちゃんもプール気持ちよさそうだね。一周250メートルの流れるプールに移動してます。これが流れるプール、とっても広いんだ。景色もいいしね。小さい子用の浅いプールもあって安心して遊べるね。年中遊べる室内プールもありました。たくさん遊んだし、そろそろランチしに行こっか。トラ違和感がねえ。ランチバイキングにやってきました。海の見える席なんだね。とても綺麗だった。お昼時間を少し外してきたから結構空いてたね。でも美味しそうなものはたくさんあったよ。木更津名物のラーメンなんかもあったよ。でも甘エビがとっても美味しそうだったからたくさん持ってきちゃった。この甘エビはタツがほんと大好きなんだ。いっつもお寿司屋さんに行くと甘エビばっかり食べてるもんね。おいしい？おいしいです。深エビ食べる？ブドウのゼリーだね。カメラ目線で食べてるよ。美味しかったの？あ、気に入ったみたいだね。いっぱい遊んでご飯食べたらちょっと眠たくなっちゃったかな。あー、もう眠いね。眠くなっちゃったね。おっと、大丈夫？あー、すーごい大きなあくびだね。あー、結局寝ちゃったね。休憩したからまたアクセル全開で遊びます。浮き輪で揺られてまだ眠そうだな。何色？赤の、オレンジの赤。オレンジの赤。夏これ何？エビさん、イノジー。はーい。何にこれ？青。いい匂い？これ何？お茶っぱ。お茶っぱ。とっても綺麗な休憩室もあります。リクライニングチェアもあって、お昼寝してる人もいました。おや？これはなんだ？お祭りランド？ここ行ってみようっと。
入り口を入ってみるとこんな広いスペースになってるの。奥はゲームセンターになってて、こちらはお土産売り場。大人も子供も楽しめちゃうよね。木更津のスーパーヒーローのコーナーもありました。ということで今日の動画は以上となります。また見てね。バイバイ。